はい、こんにちは。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェック、こちらです。ズーム社提供、ズーム G14-40 番のプリセットですね。リード BGN。こちらを愛用の不次元製ストラトキャスターで奏でてみたいと思います。ストラトは不次元が世界一音がいいと思ってます。はい、それでは、まずはですね、6弦のスケール練習からやっていきましょう。まずギターを手にしたら6弦からのスケール練習。ゆっくり丁寧に。これができるようになったら2オクターブいってみましょう。そして Em-D-C-D の循環コード、これを真面目に弾きましょう。舐めてるとですね、こういう簡単なことができるかできないかで大きな差がつきます。真面目に弾きましょう。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ポイントとなるのは最後の決めですね。なんですが、よろしいですし、オクターブ重ねてでもいいんですが、だいたい採用されるのが一番単純なことです。これでいいんですね。そして若くして亡くなったオジオズボンバンドのね、ギタリストランディ・ローズ、スタックローリーですね。これは単純なリフにメロディーをつけたというね、まあ、アイディアの勝利ですね。あとはニュアンスの出し方、ぜひ学んでいきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリな要素をここに取り入れましょう。だからピックを入れるんですね。ブラッシングと呼びます。イエスのロンリーハートという楽曲で、これが、とても美しくフィーチャーされています。いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。ギターソロが弾きたくなると思うんですが、あまり派手なギターソロは必要ないです、はい。アイドルさんのバックや、あとはそのボーカロイドなんかのね、バックで弾かさせていただくときに、無難なギターソロというのがございまして、ファイナルカウントダウンという楽曲の、ね、ギターソロが非常に使いすぎです。これまでにいきましょう。でもですね、どこ
長でも、平行移動するだけで使い回しが効くので非常におすすめです。これを覚えておくと、あのどの長でもね、ギターソロ弾いてくださいって言われたらこれを弾いとけば大体 OK が出るので、おすすめです。そして、イングレマルムステン広島の名前ですね、昨今過小評価されてますがヘアスタイルの人だと思います。なんかエルビス・プレスリーみたいになってるんでね、ちょっとそこがあれなのかなと思います。広島の名前です。ゆっくり丁寧に弾きましょう。私は現在ですね、こちらにテロップが出ます。横浜にございますシアミュージック横浜校で、こちらエレキギターと、あとアコースティックギターですね、のレッスンをさせていただいております。アコースティックギターね、フォースイズノーネーム。はい、ギターはどれでも一緒です。はい。ということで、まず45分間のですね、無料体験レッスンというのが用意されてございます。こちらはですね、有効に活用してください。どんな自分になりたいのか、いろいろあると思うんですよね。日曜日だけ、ちょっとギターをつまびきたい、もしくは月に1回ね、ライブハウスに出演したい、まあ、いろんな、ことあると思うんですけど、ぜひ私たちに話してください。まず紙に書いておくといいと思うんですね。3つぐらい、大目標、中目標、小目標って感じでね、書いていただけると、それをまあ私たちに話してください。そうすると私たちが書き取ってね、なるほどなと、じゃあこういう練習をしましょうとかね、これを弾くためにはこういう練習が必要ですとかね、まずはその健康でいるためにね、ちゃんとご飯を食べましょうとかね、お野菜取りましょうとかそこまでは言わないかな。ただね、シャーミュージックの素晴らしいところはね、基本的に2つのレッスンルームでレッスンさせましていただきます。モニター越しにね、これはまあコロナウイルスや、ね、ウイルス対策なんですが、まあ、場合によってはね、まあ、同室で、運指のなどはもうモニター越しだと伝わらないので、生徒さんの許可を得てね、同室で行う場合もありますし、ただ基本的にはモニター越しで、レッスンをさせていただきます。これがもうね、シャミュージックの特徴で、よくね、お風邪を召されていて、講師がに風邪を移しちゃって、講師がまあその週全滅みたいな、そういうお教室もあるんですが、シャミュージックの場合はですね、基本的に2つのブースを使ってレッスンするので、講師も元気ですし、生徒さんも非常に安心というね、こういうシステムになってます。まずは無料ダイヤルで、ね、フリーダイヤルでお電話くださいませ。さすればですね、私はですね、4月の半ばから後半に向けて若干空きございます。レコーディングが基本的にちょっと詰まっていてですね、いい加減なんとかしなきゃいけないんですが、水曜日だけお休みをいただいております。すいませんです。他の曜日はですね、だいたい横浜におりますので、ご連絡いただければ、私がジャジャーンと出てくるか、もしくは他のギタリスト、ボーカリスト、ピアニストも、ね、非常にレベルの高い講師が揃っておりますので、いろいろなね、音楽全般、理論からね、実践まで、幅広く、レッスン可能です。それでは横浜シアミュージックでお待ちしております。ギタリストの竹下敦でした。